中心に吹きそうです。全国の天気概況でした。時刻まもなく2時になります。関東大震災の発生は2時の NHK ニュースです。岡山県と香川県を結ぶ JR 瀬戸大橋線は昨夜強風で一時運転を見合わせ、乗客ら90人余りが乗った快速列車が瀬戸大橋の上でおよそ2時間40分にわたって往生しました。JR 四国によりますと、昨夜8時15分ごろ、瀬戸大橋の列車が25メートルの規制値を超えたため、JR 瀬戸大橋線の一部の区間で運転を見合わせました。この影響で、岡山高松行きの快速列車、マリンライナー59号が、瀬戸大橋の上でおよそ2時間40分にわたって立ち往生しました。の高松駅に到着しました。快速列車に乗っていた高松市の20歳の男子大学生は、周囲の人たちは眠ったりして体調不良を訴えている人はいなかった。列車がずっと揺れていたので怖くて気持ち悪くて早く帰りたかったと話していました。また高松市の50代の会社員は、コロナ禍ということもあり、車内で会話をする人